秋の田園、命の儀式。黄金色に実る日本の秋。朝鮮カマキリ。その壮麗な捕食者もまた、生命のサイクルに従います。これから行われるのは、種の未来をかけた、極めて慎重で、そして危険を伴う繁殖の儀式です。セイタカアワダチソウの影。オスが、巨大なメスの背中へ静かに忍び寄ります。一歩、また一歩。この生殖行動は、オスにとって命がけの行為です。もしその存在をメスに気づかれ、捕食者と認識されれば、交尾の前に栄養源として食われてしまう危険性があるからです。メスは、直前にツユ虫を捕食し、今、まさに獲物に夢中になっています。これは、オスにとって唯一の追い風と言えるでしょう。オスはメスの中足に前足を引っ掛け、安全を確認します。そして、体を小刻みに揺らす陽動と呼ばれるメッセージを送ります。メスの生殖行動を促すためのこの合図は何度か繰り返されます。メスの注意が獲物からそれていないことを確信したオスは、生殖器をメスのそれへと近づけ、背後から連結を果たしました。これで交尾は成立です。交尾の成立後も、オスは刺激を与え続け、生殖行動を活発にしています。メスは食事を終え、優雅にグルーミングを始めました。この時、カマキリの黒い瞳が夕暮れに向けて活動性を高めていることを物語ります。ほっそりとして俊敏な朝鮮カマキリのシルエットは、秋の景色の中でひときわ美しく映えます。しかし、この美しい光景の裏側で進行しているのは、次世代に DNA を伝えるという厳粛な使命です。降雪機の微妙な動きは、内部で複雑な生化学的プロセスが行われている生命の神秘を示しています。儀式開始から約2時間。オスが生殖器をメスから離しました。これで交尾は完了です。無事に自らの DNA を未来に伝えることができたオスとメス。日本の美しい秋の田園で繰り広げられた朝鮮カマキリの命をつなぐための生殖行動の様子でした。